こんばんは、すやすやです。レベル2になりました。昇格試験に挑戦したいと思います。どんな感じなんだろうな。強いのかな。中級昇格試験。おー、緊張するぞ。これもクイックプレイなんだ。どうしよっか。この王道コンビで行く？最初の。アベルマリン。マッチングするこの人も試験中なんだろうな、多分。中級試験頑張ろうぜ。キャラが見たことないやつなんだけど。ドガーン。ブロッコリーみたい。これなんだっけ、投げ払い。お、全方向攻撃とかあるんだ。おお。追いつきません。来い来い、近寄って来い、行け、おら、ブワーシュー、投げ払い使います。まったりやな。もうちょっとこう接戦する感じでもいいのにな。お、奪った、よし。あとは、あ、なんかすげえ自動で回復してる。持ってると回復すんのか。投げ払うかな。当たるか？これ微妙に当たらんな。あ、投げ払ってくれた。楽勝かな？この最後の2体来る山場を越えれば。これ投げ払い。うらー、バッシュー、当たった今の。さあ、ドラッグね。ああ、あと200、シールドもしてくれて、オッケーオッケー。あとこいつよ、あとこいつ。もう大丈夫やろ、ライフ持ってかれることはない。最後のダメ押し。あ、間違えた、ブレイクじゃない。おぉ。やばい、やらかしやらかし。シールド、間に合った。あぶねえ。あ、でも3位だな。途中の立ち回りが良くなかった。合格？これ。あ、不合格になった。マジか、やっぱ、1位合格で取らないとダメなのか。再挑戦。はい、こんばんは、すやすやです。中級昇格試験、リベンジということで、カンカンをね、もう購入しました。レベル4まで一気に1500ぐらい払って、買いました。なんか初心者におすすめみたいな記事を見たんでね。で、レベル4になると、スキルの2個目が解放されるんで、その、第2スキルが、ダッシュ。このパンダはダッシュと。で、前回1位になれずに失敗したんで、ダッシュでこう、宝を奪って逃げ切るような感じで、行きたいと思います。で、相方にはこの、マリンちゃん。ブレイクとシールドが、このパンダに相性がいいかなと思ったので、試しに入れてみました。味方がステルス使ったけど、これなんだろう？どういう効果かな？これ撃ってみる？熊猫剣。
シールド。ブレイクするか。お、いいよ、スカスカ。どうかなぁ。ダッシュしちゃダメよ。劣装撃っていうのかな。もうちょっとでも敵が前に来てくれな、どうしようもない。宝奪ったらもうダッシュで逃げ切る感じで。でも槍で後方攻撃してくれるけど、相性いいな、味方とも。ブレイク。もうちょい、また一撃。来るか？おお、どうしよう。シールド。シールドなんで2回も使った。いけ。ブレイクして、これで入る。よし、入った。あ、しかも2体当たった。これで、ダッシュここで。来た来た来た。どうどうどう。意外とダメだな。すぐ追いつかれるな。敵の攻撃を避けるように使うしかないかもな、もしかしたら。これ何なんだろう、ステルス。効果見れんか。攻撃を食らわないのかな。ズバーシュ。いいよ。味方優秀。追いついてくるが。これ前方か。いけそうやな。攻撃通すか。お、入った。いけるいける。もう一回攻撃するが、ゴールゴール。あー、なんかパンダさん意外と微妙だったな。クールダウンもかなり長いし。1万500ゴールド払った割にそんなに活躍してくんなかったな。あ、でも1万円もらえた。なるほど、中級行くとまだ1万円もらえるんだ。よっしゃ、これでいろんなダンジョンの初級から中級が挑戦できるようになったんだな。よし、これでまたゴールドを稼いでいこうと。